今日は祝日っぽいですね。トレーニング行ってきます。今最後のトレーニングメニューを終えて今から家に帰ります。もうやばいですね。昨日いきなり寒くなって、昨日の夜雨降ってたんですけど、一晩にしてまた 2000m あたりは雪が積もり始めてます。で今ここも雪降ってます。でもガーミンだと10度ぐらいあるんですよね。そこまで寒くはないけど雪が降ってるんですよね。今週末ワールドカップ、スキーのワールドカップ最終戦があるらしく、なんだか賑わってますね。上の方の街はもうやばいっすよね。さっきまであの辺の山ちゃんと見えてたのに雪で見えないんで、とりあえず下ります。